続いては飯塚市井川へ。お酒が飲めなくても楽しめる酒屋さんがあるんだとか。続いては3代目ですっていうのがなんかですね、実はまあ結構言ってますから驚かれないかもしれませんけど、今初めて知る方もいるかもしれません。お酒が飲めないんです。アルコールが合わなくて、で酒屋に行くっていうんですけど、なんか私みたいに酒が飲めない人が全然楽しめる酒屋さんだそうです。3代目？あ、そうです。あ、めっちゃ若いアルバイトかと思った。同じしておりました。え、何歳？今26になる。26歳で、で、ついだと？はい、そうです。創業から45年以上になる倉重酒店。全国の日本酒、焼酎、地ビール、さらに輸入ワインなどが店内に所狭しと並んでいます。お酒が飲めないお客さんも楽しめるように、お酒以外の商品にも力を入れているんだとか。まあ、あのちょっと食べる方になるんですけど、うちの推しとしては生酒ぐっせ。お、あ、こういうの作ってんだ。はい、これは久留米の若竹屋酒造さんのところにお願いして、うん、あの地元のお米で甘酒太郎っていう甘酒を、うん、作ってるんですけど、今ちょっと品切れ中なんですけど。あ、そんなに人気なんだ。ちょっと次新米がまたできてから仕込んでもらって、はい、10月の上旬ぐらいに入荷するんで、これは私は食べれる。まあ、そもそも甘酒はね、アルコール入ってませんから。はい、ふわっとね、おいしい。あんま残らないのがいいね、甘さが。なんかすっきりした感じでね。あの甘酒自体も結構すっきりめの甘酒を作ってて。そうなんだ、はい、うわー、もうこれ食べれば食べるほど甘酒だろうが飲みたくなる。続いてのおすすめは、豊前市の会社が作っているノンアルコールのサワーの素。今回は7種類のハーブとレモンを使った一品をチョイス。1対4の割合で炭酸水と割っていただきます。結構香りとかもいいんで。へー、ワイングラスとか。本当ですか。もうすでに香りがレモン、爽やか。いいですね。大人の味で、甘いというよりはちょっと苦いじゃないもんね。後味がいいね、これ。はい、ちょっとドライな感じで。あ、レモンの皮、うんうん、ぽい感じの後味、うん、あ、爽やか、すごい。食事にも相性ですね。みんなマスクしそうって言ったマスクしてるから。ここで江戸時代から続く兵庫県の農場の絶品チーズが登場。ジャージー牛乳を使い、蔵で丸1年かけて熟成させた一品なんです。正直マスクつけててももう香りが漂ってきますああ、いい香り。やっぱりミルクの香りするんやね、牛乳の。はい、うん、とろっとこう舌の周りこうまとわりつきながらこう溶けていく感じがこうワインに合うんでしょうね。はい、これは予約ですね。そうです、予約で一応販売。何日ぐらいかかるんですか、予約して。まあ、次だったら9月の18日に入荷予定になってますので、まあ、それまでに予約をいただけたら。じゃあちょっと電話でいいですか。あ、電話大丈夫です。今ちょっといきなり殺到するかもしれませんけど大丈夫です。あの口で切らないように話中だからって怒らないようにしてくださいね。もう個人でやってるお酒屋さんですからね。